ロボージッツの戦い。ロボージッツの戦いは、1756年10月1日に、プロイセン軍とオーストリア軍との間で行われた七年戦争における、開戦である。プロイセン軍が勝利した。七年戦争の開始後、フリードリヒ大を率いるプロイセン軍は、ザクセンに攻め込み、ピルナにおいてに、ザクセン軍を包囲した、ピルナ包囲戦。包囲の間にもプロイセン軍は、 米面に向けて、進軍を続け、ピルナから南下したブラウンシュバイク公使、フェルディナントの指揮する前衛部隊は9月13日、ノレンドルフとペータースバルトで、ビートの小規模なオーストリア軍部隊を排除して、米面に入った。ライオはさらにカイトに、主力部隊を預けて、フェルディナント公使の後を追わせ、カイトはアウシヒに進出、ここからまた、マンシュタイン主体を送って、 エルベウガンテシェンを占領し、エルベ川両岸を制圧して、オーストリア軍を寄せ付けない体制を整えた。一方のオーストリア軍では、米面のコリンに軍を集結中であったブラウンが、米面方面の最高指揮官に任じられ、コリンから西に移動して9月20日へが、川南岸のプディンに人事き、とりあえず、プロイセン軍のプラハ方面への進撃を阻止する体制をとった。 しかしこれ以上の積極的な作戦を行うために必要な砲、馬筆、食料、浮き橋等々の準備が間に合わず、ここでブラウンは一旦停止した。米面を守りつつ同時にザクセン軍を救援するという難題を背負わされた、ブラウンははじめエルベ川西岸を全力をもって北上して、プロイセン軍を撃退、オーストリア軍が接近したらザクセン軍も高応して封鎖を突破し、 オーストリア軍に合流するという作戦を考えていた。しかし、ザクセン軍から実行は難しいと返答され、ブラウンは作戦を変更した。それは、主力部隊でもって、西岸のプロイセン軍を拘束し、一方で、エルベ東岸に渡した別動隊をザクセンに向かわせ、接近したら、ザクセン軍を東岸に渡らせて合流するというもので、こちらは、ザクセン軍の了解を得た。 9月25日、ブラウンは、救援軍を構築するため、ラッシ地隊を、エルベトーガンライトメリッツに派遣した。が、9月30日に、主力部隊が、エーガー側を渡過する頃には、プロイセン軍の予想以上に早い南のため一、両日中の海戦が避けられない情勢となり、ブラウンは作戦を急遽変更して結局、ラシを西岸に呼び戻した。30日夕刻ブラウン軍は、 ラシと合流してエルベ川屈部ロボジッツに布したこの間大王は、ブラウン軍の北上を阻止すべく、ピルナから米面に移り、9月28日に、カイトの陣営のあるヨーンスドルフに到着して、軍を掌握していた。29日、大王は、前衛部隊と共に本隊に先行して進発し、アウシヒの南にある山を避けてエルベ川からやや西に、離れて南下していたところ、 騎兵石膏が、オーストリア軍は、映画ーーとかの準備を完了して、明日にも北岸に渡るであろうという情報をもたらした。さらに30日ベレミン村北方で、大王は山一つ挟んだ向こう側のロボジッツに、すでに、オーストリア軍部隊が展開しているとの報告を得た。大王は、本体の到着を待って、村の北で一度停止し、夜になってから、ベレミン周辺に展開していたオーストリア軍の、 系府表を駆逐して村に入った。米面北西部のこの一帯は、ベーミッシュミッテルゲビルゲと呼ばれる産地で、プロイセン軍はこの山々の間を縫って行軍してきた。ロボジッツは産地の出口にあたり、ロボジッツの北はエルベ川、南には平地が広がる。ロボジッツの西には北西にロボシュ山、南西にボフチュイン山があって、ベレミンの北にも 同じように山があり、従ってベレミンは谷の底にあった。ブラウンがもしロボシュさんやボフチュインさんに有力な部隊を登らせてしまえば攻撃は至難であり、故に大王は最初ベレミンに兵を入れなかった。しかし山に規模のある軍勢の占拠している様子は見られなかったので大王は谷に降りて村を占領し前衛部隊を山裾まで押し出した。 大王は爆僚と火を囲みながら露天で夜を越し、兵士たちは武装を解かず、馬は蔵をつけたまま眠った。この時シュメッタンは、ブラウンは我が肩に肩すかしを食わせてエルベガワウガンに、とかするつもりではないかとの意見を述べたが、大王はとりあえず聞き置くことにした。プロイセン軍に一歩先んじて、ロボジッツに到着することのできたオーストリア軍であるが、しかしブラウンは慎重に構えて、 待ち受けの姿勢を取った。ピルナ方囲に戦力の半分を残してきたプロイ戦軍に対し、米面のオーストリア軍は本来かなり優位に立てる局面であって、この時大王はブラウン軍の戦力を約6万と見ていた。ところがこれがかなり過大な評価で、実際の戦力はその半分程度であった。これはオーストリア軍の集結がもたついていて、遠方の部隊が まだ到着していなかった上に、ピッコロミーニ軍が、シュレージエンから侵入してきた、シュベリン軍に牽制されて、米面北東部から動けなかったためである。それでもブラウンは、ピッコロミーニから可能な限り兵を優遇して、もらうなどして、大王に対し五千の優勢を確保していた。ここで一度プロイ戦軍を撃退し、睨み合いに持ち込んでその間に再度構築した、救援軍を、 エルベウガンに渡して北上させるのがこの時点でのブラウンの作戦であった。一方、ブラウンの戦力を過大に見積もっていたことは開戦後の大王の行動選択にかなり影響した。戦場であるロボジッツは西には二つの山のなだらかな斜面が広がっていて、ことにロボ主山の南側から東南にかけてはドウ畑として整備されており、 柵と低い石垣によって細かく区分けされていた。山を折り終えれば後浜、平らな平地となっていたが、ここを南北にモレーレン川、モドラ川という小川が流れ、ロボジッツの東でエルベ川に注いでいた。モレーレン川それ自体は小さな川に過ぎないものの、周辺に池やある程度幅のある湿地を作り出しており、これは障害として有用だった。ブランは、 山ではなく川を防衛線にして、戦列を形成した。ただ山の中にも、警府標判ルールを入れて、全勝とし、特にロボ主産の中原には、多数の兵を寄らせて、敵左翼を拘束する子は考えていた。そしてロボジッツの町に、ハリクと敵岩兵を入れて拠点化し、ロボジッツの西の端に重砲列を敷いて、この砲列は、 ロボジッツを守ると同時に山の出口を射程に収めた。オーストリア軍はロボジッツから南のズロービッツ村まで戦列を形成し、村にも守備兵を入れた上でその後輩左翼に、騎兵、中央に戦列不評がいずれも川の背後に列を並べた。右翼ではロボジッツのすぐ南のところでモレーレン川が東に走っているために川の手前に兵を置かざるを得ず、 川と町との間隔をグレンツァーで埋め、彼らの前に右翼機兵が前衛として展開した。さらにブラウンは、ラッシュの不評部隊をロボジッツの北に置いてエルベ川沿いに、戦列を延長し、ロボシュの警不評を援護する体制を取った。午前5時頃、プロイセン軍は行動を開始、方で警不評を追い払いながら前衛部隊が、深度の警戒を始めた。大王は、 本体の展開を始める前に一度戦場の偵察に赴こうとしたところ、石膏より平地に敵機兵部隊が展開していると報告を受けて、直ちに本体に取って返し、全軍に前進を命じた。プロイ戦軍は敵兵不評の抵抗を排除しながら、ロボシュさんとボフチュイン3観を更新し、午前6時頃、平地との境に達して、戦列を展開した。 ピルナ包囲に不評を多数残してきたこの時のプロイセン軍は通常に比べ騎兵の割合の多い構成になっており、不評戦列は一列、その中央背後にゲスラー率いる騎兵軍団が三重の戦列を形成する配置を取った。プロイセン軍の前進を妨害するために展開していたパンドゥールの抵抗は微弱で、途中、醸造所を取り出代わりにして、 しばらく交戦したぐらいで後は軽く追い払われた。しかししばらくすると、ロボシュ山の武道畑に潜んでいた部隊が、本格的な攻撃を始め、大王は左翼を指揮するベーベルーンに、これを排除せよと命じた。ベーベルーンは、正面を北に向けて、ロボシュ山を登り、石垣を壁にして応戦するオーストリア軍と攻め上るプロイセン軍の間で、激しい射撃戦が展開された。一方、 フェルディナント講師の指揮する意欲は、このような抵抗に出会うことなく重要なホモルカコーチを素早く占領し、重砲を据えることに成功した。この丘からの砲撃は、東の平地をよく制圧することができた。この戦いでは、戦場が昼になるまで霧で覆われ続けたことから、両軍の指揮官は共に、相手の様子を確認することができないまま海戦に突入した。 大王は、ホモルカ高地から、東の平地を偵察したが、ロボジッツも、モレーレン側も霧で様子が伺えず、敵の配置は元より、敵がいるのかどうかも不明で、ロボジッツの南に展開している、オーストリア軍の全駅兵だけを見ることができた。プロイセン軍が、平地に出てきたことを知ったオーストリア軍の法律は、視界不良のままあらかじめ施行していた山の出口を、中心にして、 砲撃を開始した。オーストリア軍の砲兵は弱体だったオーストリア。継承戦争時代から著しく強化されており、プロイセン軍の将兵に衝撃を与えた。フェルディナント公使指揮下の旅団長クバートは、砲弾の破片が当たって戦死し、不評戦列中央を指揮していた。クライスとも重傷を負った。大王は射程外への避難を進められたが断った。 プロイセン軍も霧に隠されていない前衛機兵に砲弾を浴びせ、指揮官のラギカティを戦死させた。部隊の指揮はオドンネルが引き継いだ。この時、プロイセン軍の兵士ウルリヒブレイカーは、海戦の際には脱走の機会があると考えて、隙を伺っていたが、実際には無数の鉄の塊がうなりを上げて、我々の頭上を折り過ぎていく、最前線に整列させられて、どこにも逃げ場がなかった。 周りに落ちてくる砲弾が土や芝生を空高く跳ね飛ばし命中しようものなら我々はまるで麦わらのごとく隊列をラバラにされたライスという名の兵士の場合は右隣に立っていたクルムホルツという戦友が砲弾で頭を吹き飛ばされてその血液脳や頭蓋骨の破片を顔面に浴びたライスのマスケットも砲弾に引っかかってもぎ取られバラバラに壊されたが本人は 奇跡的に無傷で済んだ。ブラウンが川を利用した夫人を選択して、高知の占領を見送ったことは、プロイセン軍に、オーストリア軍は、海戦を回避して右岸に渡ってしまったのでは、ないかという疑いを持たせていた。今、オーストリア軍の軽不評のみが戦闘を行って、戦列不評が出てこない状況はその疑いを強くする、ものであった。大王は、軽不評や、 かろうじて死人できる、騎兵部隊が、実際には前衛であったところを後衛として我が方の行動遅延に努めているのではないかと考えたが、確信が持てず決断を下せなかった。ブラウンの方も、積極的に行動しなかったので両軍とも数時間に、渡って、部隊を動かさず、ロボシュさんの争奪戦を除いて、お互いひたすら砲戦に終始した。午前11時頃、大王は、 事態打開のため、騎兵戦列より、教式化に16個中隊を抽出し、ロボジッツの方兵を避けて南から突撃指摘機兵を、駆逐せよと命じた。前列を形成する、強行騎兵がまず、ホモルカ高地から霧の中に突っ込んでいくと、間もなくモレーレーン側の背後に、オーストリア軍の主力戦列が並んでいるのを発見、ズロービッツ村からの発砲を避けて、北に転進したところを、右手から、 オーストリア軍の前衛騎兵に攻撃された。後列の第五竜騎兵連隊が、すかさず加勢して、敵騎兵を撃退したが、その騎兵が退避するのと同時に、オーストリア軍は砲弾を浴びせ、プロイセン騎兵はたまらず撤退して、ホモルカ高地のふもとまで戻った。この戦闘で、大王は交戦中の敵が単なる光栄であるとの、考えが誤りであることを知った。この大王は、 戻ってきた、あるこの駅兵が、頭部に傷を負ったまま再び敵の元に向かおうとしてるのを見つけ、呼び止めると、自らのハンカチを取り出し、その傷口を塞がせるために副官に持って行かせた。受け取ったこの絵は礼を述べ、このハンカチはもう戻らないでしょうが、私はこれから敵のところに戻って、その分の償いをさせてやりますと言い残して去った。一方で、大王は、不評部隊に、 後退する騎兵がその戦列の背後まで逃げようとする時は通過を許さにこれを撃ち殺せと命じた。今日の部隊を元に戻した後、大王は敵の攻撃を予想して騎兵軍団に不評戦列の前に出るよう命令を出した。ところがその命令が届かないうちに間もなくゲスラーとその騎兵約1万機は総突撃を開始してしまった。 オーストリア継承戦争の戦訓により七年戦争時代のプロイセン騎兵は波外れて攻撃的な運用姿勢を持っていて前列の突撃が頓挫したら後列部隊も他の命令を待たず即座に突撃せよと定められておりこの突撃はゲスラーが指導に愚直に従った結果であった大王は彼らが突撃していくのを見て何たること私の騎兵は何をしている 彼らは二度目の突撃を仕掛けているが、誰も、そんな命令は出していないぞ、と叫んだ。突撃したプロイセン機兵のうち、ズロービッツ村の方向に突撃した部隊は、湿地にはまり川で、足が止まっているところに重砲尾による迎撃を受け、多大の損失を被って撃退された。モレーレム側の北側を突撃した部隊は、ロボジッツからの攻撃にも構わず突撃を続けて、 敵前衛機兵を配送させ、そのままグレンツァーの戦列に突入を図った。ブラウンは、主戦列とロボジッツの街が分断されかかっているのを見て、直ちに左翼の機兵を北に動かし、対抗突撃を行わせたので、これによって、北側のプロイセン機兵の突撃も配送に変わり、一部の、ものはそのまま正面を突破して、戦場を離脱した。 撃退されたプロイセン騎兵は再び不評戦列のところまで交代した。あの壮絶な光景をぜひ見て欲しかった。なんと自分のご主人をあぶみに引っ掛けたまま走っている馬もいれば自分の腹綿を地面に引きずっている馬もいたのであると後方から様子を見ていたブレーカーは後に書いた。この駅兵連隊を指揮したブルーメンタールはズロービッツ村からの砲撃を受けて馬から投げ落とされ、 敵機兵のただ中に取り残されて散々に切られた。兵が彼を救い出したが首に致命傷を負っていて助からなかった。午後0時頃、ようやく霧が晴れてお互いの配置が明らかとなった。大王はモレーレン側の後方にオーストリア軍の本体が並んでいるのを見、ブラウンはロボ主さんがプロイセン兵に占いされかかっていてロボジッツが危うくなっているのを知った。 この頃ベーベルンは射撃戦の末に敵系不評をロボシュさんの南面から追い出して上りから東表への下りに入ろうとしていた。大王はロボシュさんの戦いをさらに進めるため右翼から不評をどんどん応援に回し、その場に残る不評からも備える弾薬の半分を集めて左翼にいらせた。手薄になる右翼の戦力については騎兵で埋めることとした。 対して、ブラウンも、ロボジッツの北にいた嵐の正規不評部隊に斜面を上って、警不評を援護しロボ主んを守るようじた。またブラウンは、南の不評部隊に、ズロービッツから川を越えて、敵右翼を攻撃するよう命じたが、彼らは、ホモルカ高地からの強力な砲撃に制圧されて、役目を果たせず、すぐ、また川の後方に戻った。大王はこの時、 戦いはもう敗北に決したと感じていた。大王はベーベルンに撤退前に最後の攻撃をかけるよう命じると、カイトに残りの指揮を委ね、モルビッツの誓いに反して自身は一足先に戦場を離脱した。しかしまさにこの頃ロボ守さんにおいて勝敗を決する戦闘が行われていたところだった。昼を境に戦闘の焦点は中央の平地から 北のロボシュ山に移り、増援を得て、山を完全に占拠しようとするベーベルーンと、それを阻止しようとするラシュとの間で再び激しい戦闘が開始され、ブレーカーも転身命令を受けて、ロボシュ山に登った兵の一人で、ブレーカーは、戦闘から遠ざかったと思って、弾む足取りで休憩者のブドウ畑を急いでよじ登り、赤くて、綺麗なブドウの実を帽子にいっぱい詰めて、 それをがむしゃらに食べたりしていたが、下りに入るとそこで、数千のハンガリー兵に直面し、激戦の下中に投じられた。両軍の間では石垣を壁にして、また、ぶどうの木々や茂みの間を縫って射撃戦が繰り広げられたが、やぶや茂みを利用して巧みに立ち回るハンガリー兵を相手にするプロイセ戦軍は、なかなか射効果が得られないので間もなく、弾を撃ち尽くす兵が多くなり、 彼らは負傷者から残りの弾を受け取り、戦死者から剥ぎ取って戦闘を継続した。ブレーカーもわずかな時間で携行する六十発の弾をほとんど撃ち尽くしておかげで私の銃は灼熱し、ベルトで引きずっていかねばならないほどだったが、私の撃った弾丸は生きている人間に命中したとは思えない。すべて空中に飛んでいったと思うやがて、プロイン兵の射撃が滞りがちになり、 ベーベルンは最前線に駆けつけて兵を知ったした。兵士たちが弾がないと訴えるとベーベルンは叫んだ。ならなんで銃剣で戦わない。突撃して奴らを串刺しにしろ。ベーベルンの号令一家プロイセン兵は突撃してライオンのように戦い、プロイセンやブランデンブルク出身の兵士は復讐の女神フリアのごとくハンガリー兵に襲いかかった間もなくオーストリア軍は 崩れて敗走し、プロイセン兵はいくつもある柵を飛び越えながら、下り坂を駆け下りて、これを追った。山の斜面では、どこでも両軍の死傷者が横たわっており、ハンガリー兵がまだ身動きしているのを見つけると、そいつは重傷で頭を叩かれ、銃剣で串刺しにされた。山から追い出されたオーストリア兵は、ロボジッツに逃げ込んで、 オーストリア軍は障害と家屋を頼りに街を守ろうとした。ロボジッツからはオーストリア軍の砲兵が山の斜面を砲撃して下ってくるプロイセン軍を攻撃したがプロイセン軍も対抗して榴弾砲を持ち炸裂弾を撃ち込んで街に火災を発生させた。山から降りたプロイセン兵はロボジッツの手前で戦列を整え再度の突撃を準備した。カイトは ベーベルンを援護して決着をつけるべく残る不評部隊にも戦闘に加わるよう命じ、カイトから戦況の変化を知らされた大王も戦場に戻った。午後三時頃、両軍は最後の戦闘に入った。プロイセン軍はロボジッツに殺到し、火の海になった街の中で熾烈な白兵戦が展開された。家屋によって抵抗したオーストリア兵は焼け出されるか、 プロイセン兵によって叩き出された。追い詰められたオーストリア兵に、慈悲は与えられなかった彼らは、正規兵も非正規兵、火や重剣による死から逃れようとしてエルベ川に飛び込み、溺れ死んだ。プロイセン軍がロボジッツを占領したことをもって、ブラウンは戦闘の続行を断念し、全軍に撤退行動に移るよう命じた。ブラウンは騎兵に、 援護させながら、ロボジッツ周辺で戦った兵士をの東で収容し、シカルのチ戦闘体系を維持したまま東に交代して、プロイセン軍と距離を取った。南で、遊兵化していた部隊も合わせて、東に交代し、同時に北によって、ロボジッツから撤退した部隊と連結を回復した。モレーレム側は相変わらず、プロイセン軍にとって障害であって、大王はこれを闇雲に追うことはしなかった。 代わりに、大王は、ベーベルンをズローウィッツのさらに南の村、チュイスコビィッツに向けて前進させたので、これを見てブラウンはブディンへの退却路に先回りされることを恐れ、それ以上の遅延策は取らずに、直ちに撤退した。このようなブラウンの巧みな撤退式により、プロイセン軍は追撃をかけて戦火を拡大することができず、オーストリア軍は比較的少ない損害で戦場を離脱した。 大王は戦闘終了後例のハンカチの騎兵を探させた。彼は何箇所も切られ、かつ撃たれて死んでいるのが発見された。頭には大王のハンカチを巻いたままであった。オーストリア軍は戦場から離脱するとそのまま武林に撤退した。ブラウンは海戦の勝利こそ諦めたものの作戦軍を救出する作戦は断固続行する考えであり。 ヤブヘビにならぬようなんとか敵を足止めして、プロイセン軍のこれ以上の進撃を阻止しつつ、自ら救援軍を率いて北上するつもりであった。ブラウンは撤退の際にライトメリッツでエルベ川に架かる橋を落とし、さらにブディンに戻ると、直ちにエーガー川に架かる橋すべてを落として、プロイセン軍が勝利に乗じた急進撃を行いなようにした。その間に、オーストリア軍はエーー南岸で、 防御体制を整えることに成功し、ここからブラウンは約9000の兵を抽出して、救援軍を構成し北上して、ザクセン軍の救援に向かった。対して、大王のプロイセン軍は、戦力不足からそれ以上の構成を取ることを断念して、ロボジッツを司令部にして、エーガー北岸、エルベ西岸領域を占領するにとどまった。これは、大王が依然として、 オーストリア軍の規模を過大に評価していたためで、後の著作でも大王は相手の戦力が自軍の倍以上あったという認識に基づいて、これ以上の構成は、作戦援護に支障が出るのみならず、ライトメリッツ方面のエルベウガンから左岸に逆とかを許して手薄になった後輩の連絡線を立たれる恐れがあったと説明している。実際には、両者の兵力バランスは白中していたので、 ブラウンの作戦も際どいところであった。結局プロイセン軍は、ブラウン軍を追い返して、映画愛北の重心を確保したことで満足し、やがて、ブラウンの北上を知ると、大王もザクセンに戻った。この海戦は、プロイセンの勝利とされているが、一方で、損害は互いに同程度であり、双方ともが勝利を主張した。オーストリア宮廷では敗戦は、上記のような理由から、 悪くないと評された。ブラウンの山を占領せずに川を障害にして待ち受けた戦術は論者により批判と評価の両方を受けている。ロイドはブラウンの位置取りは最悪のものだったと批判した。なるほど、ブラウンの配置はオーストリア軍の中央及び左翼を攻撃し難いものにした。あとはロボジッツだけを支えればよかった。しかしブラウンはロボジッツが ロボ主産に制圧されているために防衛不可能であることに気づかなかった隣り合う高地から制圧されるような場所に布陣することほど戦争の一般則から逸脱したことはないまたブラウンの配置によってオーストリア軍は川に行動を制限されて必要な地点に戦力を敵地に集中するということができなくなっていたこれとは反対に敵にはロボジッツ攻撃のため全軍の3分の2を 展開させるのに十分な空間があった。対して、オーストリア軍はここを支えるのに、ほんのわずかな大隊を投じることしできなかった一方、ショーウルターによれば、ブラウンの戦方は川を用いて、プロイセン軍の攻撃力をそぎ、湿地に誘い込んで大打撃を与える大変優れたものであって、実際にブラウンのもくろみはよく成功したとする。ところでこの戦いでは、 ブラウンと同じ亡命ジャコバイト貴族の息子で、アイルランド系、いわゆるワイルドニースの新世代に属するラッシュが優れた、指揮能力を見せた。ロボシュさんの攻防戦で、ラッシュは力戦し、自身負傷しつつも、山から撤退する際にはその連帯の働きによって、味方の退却をよく援護したので、プロイセン軍からも称賛された。ある、プロイセンの将校は、 他のオーストリア軍も同じように戦うことができたならば、海戦の勝利はオーストリア軍のものであったろうと述べた。脱詩は少々に昇進し、さらに先行を重ねて、やがてオーストリアの主要な将軍の一人となる。この海戦は、通常のようにあらかじめお互いに相手の位置を見据えた上で行われたものではなく、たまたま両者とも同じタイミングで作戦行動を起こしたことから生じた一種の 遭遇戦でったとみなされている。そのため次の年から行われることになる海戦と比べると規模、損害、影響のいずれも小さいものであった。しかしこの戦いはプロイセン軍と大王に重要な経験をもたらした。オーストリア軍は先の戦争から全ての面でその質を大幅に向上させることに成功し、以前のように優位を持って戦える相手ではなくなっていたからである。 この時に、大王は、先の戦争で何度も繰り返したような勝利を得る。代わりに、1809年のナポレオンや1973年の、イスラエルのごとく敵が敗北に学んだことを知ったと、ショウルターは評する。戦闘が終わった時、かつてのオーストリア軍ではなくなったというが、プロイセン将兵の声であった。大王は、ケイニヒグレーツのシベリーンに、戦闘の報告を送る際、 例によって兵士たちの武勇を称賛しつつも、オーストリア軍は手強くなっていて、彼らとの戦闘には慎重を要し、今後彼らに多数の方を向けることができない場合には、勝利するにしても多大の損害を被らざるを得なくなるだろうとの見解を添えた。さて、ブレーカーはその後どうしたかというと、ロボシュさんからオーストリア軍が敗走した後、 少し負傷したふりをしてとぼとぼと歩きつつ、後続の兵士たちが通り過ぎるのを慎重に巻っから、ロボジッツの攻防に、周囲の注意が向いている隙をついて、山の北側へ駆け下りた。そしてその先にいたオーストリア兵に投降して、ついにブレーカーは、脱走に成功した。ロボジッツの北の村から対岸に渡ったブレーカーは、ライトメリッツに送られ、そこからさらにブディンに回された。ブレーカーによれば、 そこには二百人もの脱走兵がいたという。思えば我々は、スイス人、シュバーベン人、ザックセン人、バイエルン人、チロル人、ロマンス語圏の連中、フランス人、ポーランド人、それに、トルコ人からなる奇妙な寄せ集めだった彼らはロギンを配られた後まとめてプラハまで送られ、そこで通行証を渡されて、各々の,のの目指す方向に分かれた。こうして、ブレーカーも、 念願の故郷スイスは特権ブルックに帰ることができたのだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。